らっしゃいませ。いらっしゃいませ。ライジンランドマーク8 in 佐賀、はい、ざーっとやってく雑談シリーズに入りたいと思います。お願いします。まあ知ってる選手知らない選手あるんで、ちょっとアンダーカードに関しては、はい、雑談がてら取ってきますか。お願いします。はい。ならですね、触れていこうかなと、触れやすいやつ。温めるトークでいきますか、大地さんを。フライ級からあえていきましょう。いいですか。伊藤有希 VS 上田正俊選手。パンクラス対ディープみたいな感じかな。完全にそうですね。まあディープ、まあランキングはないけれども、ディープのトップランカーの伊藤選手 VS パンクラスのトップランカーの上田選手と。はい。2人ともレベルの高い。MMF トータルファイター。そうですね、でもどっちかというと、伊藤選手はストライキングやし、上田選手は組み技やしっていうね、何でもできるフライ級ファイターならではなんですけど、若干得意な技が違うという、でやっぱ今までね、そのディープとパンクラスという主戦場にしてた団体が違うんで、はい、まあ面白い化学反応が見れるんじゃないかなと思いますね。そういう意味では格闘技関係者もね、両団体のね関係者が注目というか、ディープに勝つなよ、ディープには負けんなよとか、パンクラス絶対勝てとかね、いろいろ思ってるでしょうし、なんか僕のイメージですけど、はい、若くて、まあ、勢いあってイケイケなのが伊藤選手、ベテランだけどなんか若手に踏み台にされがちな上田選手ってイメージがある。確かにそうかもね。しぶといけどね、上田選手ね。そう、しぶとい。だから正直国内のフライ級において実力は多分そんなに差はないと思うけど、この2人、はい、だけどもやっぱこう雷神出てるって意味で知名度に差があるっていうのが、まあまあその面白いところなんかなとは思うんですけど、これは結構このね佐賀大会において上位レベルになるぐらいトータル MMA が見えると思いますよ、はい、はい、試合が一番というか、確かに。どっちが勝つと思うんですか。あえて勝敗予想しないって言ったけど、これ聞きたい。伊藤選手じゃない。やっぱこう上田選手がグラウンドに持っていくまでが大変だと思う。テイクダウンできへんちゃうかなと思うんですね、伊藤選手を。ちょっとスピードが違うかな。打ち勝っちゃう。そうですね。伊藤選手がやっぱ伊藤選手当てるのうまいし。でスピード速くてテイクダウンディフェンス速いんで、それを上田選手がこう、捕まえれるのかなっていうね。捕まえれたら面白いですね。そうそう、捕まえれたら面白い、めちゃくちゃ簡単な話なんですけど、でも伊藤選手の方がしのぎきれそうだし、まあ、そういう意味でやっぱ最近強い人間とやってるのは伊藤選手ですよね、対戦相手はね。確かにね、しのぎを削ってる、どんどんスキルアップ、まあ、年齢的にもまだまだ成長期やし、はい、ただまあまあ地元でね、地元の近くで、意地を見せた上田選手と、まあ、僕はこれは注目のカードですけどね、はい、まあ一応上田選手が勝敗、伊藤選手が勝利そうです、はい、内容濃そうですもんね。濃いと思う、これは、ちゃんと MM 見たい人はこれがおすすめ。はい、わかりました、はい。バッタム級いきますか。滝沢健太 VS 野瀬翔平選手。野瀬選手はもう僕わかんないんですよね。J さんなんかわかります ？RTUで2回出ているのかな。まだ若いんですけど、26歳ですけど、九州の人なんかね、佐賀大会出るっていうことは。そうです、結構バチバチ、所属もマスタージャパン福岡なんで、九州の人ですね。97年生まれの26歳、まあ柔道ですね。ちょっと待って、この子なんですか。高校生の時に柔道の試合で首の骨を折る大怪我をして死にかけた。そうですそうです。すごいな。そうです。すごいな。なんか根性やばいですよ。いやライズとか出てるんですよ、それで。あ、キックルールもやってるんや。はい。2試合ネギマジンとやってますもんね。なんちゅう名前なんですかこれ。ネギマジン知らないですか。知らん。長ネギ持って入場するライズ。知らないよ、そんな有名な人なの。有名ですよね。ライズでは有名ですね。はい、すみません、僕も一回見たら強烈だから忘れないですね。確かに僕も今で覚えましたもんね、マジにねって。で、試合は僕見てないけど、カーフキックで KO 勝ちとかしてるからね。まあ骨太なんでしょうね、うん、から見ても。で僕ちらっと見たんですけど、前も後ろも蹴るんですよね、カーフ。前足でも蹴る。うん、なるほどね。奥足ってこと？奥足も両方蹴る。あ、そうなんや。うん。で、まあ10勝のうち8つの一本勝ちと。はい。フィニッシュ力が高いんですね。やっぱり柔道の時も、柔道系の組み技、後ろ三角とか使ったりとか、グラウンドには結構バチバチ自信があるタイプだと思うんで、絞りが強いタイプやね、この人は。多分ね、体の力ギュッて絞るのが強いんでしょうね。なのでストライカー VS グラップラーですね。分かりやすい。まあまあ完全にそうですね。完全にそういう試合。確かに福岡の顔してますね、この子。ちょっと待ってください。どういうことですか、福岡の顔って？福岡の男の子の顔ってあるじゃないですか。いや、あるじゃないですかっていうのがわからないんじゃないですか。さあね、俺もそう思ってる前提で進めていかないでほしいんだけど、逆に言うと武田選手、神奈川でしょ、もう完全に関東の顔ですもんね。シティボーイですよね。ね、いや、シティボーイっていうか完全に関東の顔。東京の下町か知らんけど、神奈川か知らんけど、関東の顔。絶対に関西じゃない、この顔は。西日本じゃない。そうなの？西日本の顔とか東日本の顔は絶対あるんですよね。まあ確かに東北の人間もそうじゃないですか。まあ確かにある、大分類としては。東北の人間と中国地方の人間全然ちゃうんです。あんまり偉そうに言わん方がいい。滝沢選手のご両親の出身全然違うかもしれないからね。滝沢選手は確かに東京で生まれたかもしれないけど。いや、だから環境に馴染むんですよ、子供は。そういうこと？そう。え？いや、もちろん遺伝じゃなくて？遺伝もあるんですけど、後天的な要素もめちゃくちゃ大きいから。顔にはね、顔っていうか、まあ佇まいですよね。大きくしたね、今ジャンルを。顔って言ったじゃん、最初。なんでそう佇まいとかさ。まあいいや。佇まいの勝敗予想する？はい。はいって何や。じゃあもうだからなんだろうな、野瀬選手はその要するに UFC もキャリアも少ないし、まあ完全にトライアウト枠みたいな感じっすよね、ロードと UFC も。で、あんまり具体的に名前出してみんな言わないけど、ロードと UFC に参戦決まった時に、あ、そういう選手も出れるんだみたいな、陰口じゃないけど妬みみたいなことを言う人が結構いて、僕はそれは野瀬選手のことだったと思ってる。あ、これぐらいのキャリアの人でも出れるのみたいなニュアンスで言われてるんだろうなっていうのは思ってたんですけど、まあ確かにどういう選考してるか分からないですよね、ロードと UFC。だってキャリアも全然ないし、若いし、まあでもレコードは綺麗やもんね。そう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 、はいはいはい。だから戦ってる相手もやっぱシュートとかローカルイベントとかもまだ多かったから分かんないところがあって、そういう意味では最近海外に行くためにはね、ローカルで勝ち星重ねる方がスマートだっていうね、そういう考え方もありますね。はい。それはそれでいいんじゃないかなと思うけど、ほんでどうしますこれ。だから殴り勝つか。いや、だから野瀬選手の試合見てないから、勝敗予想なんか難しいけど。だからロードトゥ UFC も、なんかね、相手が右膝を負傷して自滅したパターンと、中村凛也選手に KO 負けしてて、なるほど。あとはキーロックで勝ったりとかもあるし、でも多彩ですね、やっぱ寝技は。どんな体勢からも狙ってくるのが特徴です。なるほど。はい。なんで寝たら強いんじゃないですか。まあでも滝沢選手ね、テイクのディフェンス強いからね、めっちゃ強いからね。ただレスリングのテイクのディフェンスがうまいのが滝沢選手なんですけど、まあ柔道バックボーンってことはやっぱ4つ、まああとは近づけるかですよね。滝沢選手ってすごい独特で、すごい距離が長い時は回転系のキックとかすんごい長い攻撃出せるんですけど、実は至近距離でのパンチがうまいっていう。だから近づいても危ないんですよ、滝沢選手を相手にするとね。はい、遠くても危ないし、近づいても危ないで、下に潜り込んでもタックルキーがめちゃくちゃ強いっていうね。スタンドの展開においては結構穴がないんですよ、滝沢選手って、でしかも好戦的。まあだから、まあもらうのを覚悟で勇気を持って踏み込めるかと。寝かしてしまえばやっぱちょっとこうね、はい、グラップラーにかなり勝率がね偏るかなとは思うんですけど、っていうところですね。でも楽しみですよ俺。だから、これもし武田選手を食うことがあれば一気にね、バンダム級トップ戦線に食い込むことになるんで。そこ注目ですよね。そうですね。滝沢選手もなんかリングから顔出しちゃったっていうやつで太田選手とやって「ケージが良かったです」って言ってて、もうケージなんでねこれ、もう出せないから、ね、もう出せない、もう顔逃がせられないからね、崖っぷちですよ滝沢選手からしたら。まあ強い人ばっかやってるしね、結構ね滝沢選手だから、まあ井上直樹選手とか、ね、太田選手とかとやっててね、本当そこら辺ってトップどころなんで。でもライジンのバンダム級トップ10には絶対入ってますよね武田選手はね、余談ですけど、なんか現役中に自分のジム出したら急に弱くなる説ってあるじゃないですか。武田選手も出されたんですよね。そうなんですよ。なんていうジムなんですかね。なんだっけ、なんでその台本にないこと聞いてくるの。台本なんか失礼じゃん、忘れちゃった、忘れちゃった、なんとかっていう、なんとかっていう、それって言わんほうがいいでしょ。なんとかっていうジムよ。なんとかっていうジム、まあそれなんとかっていうジムでしょ。そういうのってどう思うんですか。いや、なんて言うんだろうな。これも競技者としての見方と、一社会人としての見方があって、競技者として見たらもうちょっと我慢した方がいいと思うよやっぱり。で、まあジムだったらしない。現役中にジムは出さない。もう経営に集中しないと。困っちゃうからね。どっちも潰れちゃうじゃないですか。やっぱ半端な感じになっちゃうから、やっぱトップどころでやりたいんだったら来年でもね、半端じゃ勝てないじゃないですか正直。それはもう皆さんが分かってると思うんですけど、ファイターもね。だけど逆にそれでも競技者としてプラスがあると思っている人は、自分で自分の環境をうまく作れると。でまあある程度よその人とスパーリングパートナーと交友関係があって、自分の居場所で自分の好きな時間に来ていただいて、いい練習ができるとちゃんとこうそういう確信があって作る人は、まあ、おるのかなとは思うんですけど、それもやっぱ難しいと思うんですよ。やっぱ環境づくりが一番難しいんで、現役のプロであれども練習なんかは誰が一人でもできるんですけど、その練習の質のことでね。で逆に社会人として分かるのはやっぱ食っていかないといけないんで。僕らぐらいのベテランだったら武田選手もベテランだし、年に1回か2回しか試合できないんですよ。1回でね何本か入ったとしてもね、やっぱ、ずっとスポンサーさんに、僕もやっぱ怪我しててスポンサーさんにねサポートしてもらうのもやっぱこう申し訳ない気持ちはやっぱあるしね、やっぱ自分でも食いぶち探さなあかんなっていうのもね、気持ちは本当分かるんですよね。それでかつあれですもんね、現役バリバリの知名度一番いい時に出した方がビジネス的には、多分ビジネス的にはまた第三の目線、ビジネス的には今がチャンスだよって多分周りの人が多分これ言うんですよ、今のうちに出してとか、もしくは、その選手がやってる風に見せて実は知り合いの先輩がやってるとか、っていうパターンもあると思うんで、まあいろんな見方ができますよねこれに関してはね。がっつり自分がチーフトレーナーというよりは、自分のクラスもあるけど違うコマもあるよみたいなやり方とか、うまいやり方いろいろあるでしょうね、と思いますけどね。わかりました。そういうこと言われないためにもがっつり勝てるといいですね。ですね。絶対言われるもん。まあまあまあそれはしゃあないですよね。ポツポツ言われてる、正直言って。あ、そうなんや。言われてる。わかりました。女性触れますか？うん、全然何でもいいですよ。浜崎彩香選手の久しぶりの復活 VS クレア・ロペス。浜崎選手めちゃくちゃ久しぶりですね。まあ怪我じゃないですかね。あ、そうなんですか。はい。まあでももうだいぶベテランさんやから大変ですね。そうですね。なんかいつの時代もあれですよね。こいつ絶対負けねえっていう人っているじゃないですか。そういう人だったっすよね。そうでしたね。伊沢選手が出てくるまで。そうですね。でこのクレア・ロペス選手が2バーをレイナ選手に決めた人でしたよね。あ、そうだそうだそうだ。打撃も思いっきり振っていくし、めちゃくちゃいいファイターですよ。フィジカルも強いしね、結構しんどいと思いますよこの試合。どっちが？お互いにとって。テイクダウンもするし、このクレア・ロペスってパンチも振っていくし、でサブミッションもできると。浜崎選手ってやっぱこうどっちかというとスタンドの展開は右のフック。ちょっとガツンって打つ感じの左すると、やっぱこうレパートリーがそんなに多くないと、はい、そういう意味でやっぱ海外の選手の方がこうなんか技が多彩というかスタンドにおいてね、うんうん、でよりアグレッシブでしょ。なんかそこから先にレスリングで勝負して、でもまあ組みつかれたら天崎選手の柔道で切り返してみたいな、結構スクランブルがたくさん見れるような試合展開になると思いますけどね。はい、噛み合う試合見れたらいいなと思います。もうなんだろうな、浜崎無双みたいなやつは俺ちょっともういいかな。試合やるんだったらちゃんと攻防してって思っちゃう。うん、いや多分だからそれは見れると思うね。それ見たいですね。まあうん。わかりました。はい。ちなみにこのロッペ選手、グレートブリテントップチームです。うん。なんかあるね。イギリストップチームですね。あれよ。UFC ファイターの人がやってるじゃない。ブラッド・ピケット、結構バンダム級強いファイターでした。まあイギリス人特有の殴り合いが強い感じね。イギリス人ほんまマジで殴り合い好きっすもんね、酒とね。そうですね。おもろいよね。はい。わかりました。今日のメインを何に持ってきますか、この動画の。何でもいいっすよ。この動画のメインを。わかりました。じゃあライジンで人気なフェザー級に持っていくとして。じゃあそのコーメイン、僕この動画のコーメインですよ。はい。阿部大地 VS オスマン・コータ、あら、はい、ディープ VS パンクラスですね、これも。あ、そうなんだ。ウェルター級。ちょっと僕ね、このオスマン選手わかんないですよね。なんか派手な殴り合いするんですけど、柔術茶帯なんですよ。でも一本負けも多いんですよね。ほほほほ。じゃあアグレッシブなんですね。攻める結果やられるってことは多々あるんで、はい、うん、なんかまあオスマンという名前はイケイケなんでしょう、知らんけど。いやまあでかいし、まあ、殴り合いはできます。ハイキックで KO を取ったりもするし、どつき合い上等系ですね。なんで殴れるし組める重量級。そうなんや。93年生まれ、同い年大地さん。僕91っす。いや91か、うん、ちょっと若いかも。でもまあそういう意味でやっぱ福岡の顔してますね。うん、福岡の人間って大阪とちょっと顔似てない？いや分からん。僕の本当偏見言っていい？あ、偏見、はい、偏見なんです。これは偏見。偏見で最初に言います。僕は差別的な表現を今からします。僕はマジね、大阪からみんなに俺全部ねチンピラに見えるんだよね。そこまで言われると気持ちいいわ。いやもう本当にそこまで言われると気持ちいいわ。汚ねえし、気持ちいいね逆に。じゃあ今これコメント欄に欲しいんですけど、ライジンの大会に全国行ったことがある、感染したことがある人にこれ聞いたらすぐ分かる。J さんはもちろん大阪もあるし、東京もあるし、全国各地行ってるもんね。全国各地行ってます。ほんでほんで。例えば。まあ、僕の友達とかもこれ全く同じこと言うんですけど、東京っていうかね、名古屋大会は僕友達いっぱい行くじゃないですか。で大地さんの試合とかあった時に、大阪大会とか行くじゃないですか。とにかく柄が悪いって言います。お客さんの柄が全然違う。なんかそれ聞くね。全然違うよ、質が。特に人気な選手が出てる場合とかは言わないですけど、誰のファンの柄が悪いとか俺は言わないですけど、もう分かりやすくチームの T シャツの人たちやべえなみたいなのもあるし。そうなんや、うん、全然違うよ、客の質が。いや、まあ、そういう意味では大阪、来人の大阪大会は、ね、今のところ全部出てたから、その観客席で見てないから、あと控え室でも見てなかったから。全く分かってないっていう。服装の特徴言いましょうか。服装の特徴、ライジン関西系大会に来る男性のお客さんの特徴ですね。特徴、はい、言いますよ。はい、まあ夏でちょっと、衣服が少ない場合ですね。キンキラしたジャラジャラしたアクセサリーをつけがち、金ネックみたいな。で、刈り上げた頭にツヤのあるポマード的なやつをなでつけてる。いやそれってもうちょっと色黒の世代のちゃ、わかります。で眉毛もつくつくのつっきんつきになってるみたいな。そうでセカンドバッグちょっと持っちゃうぞみたいな。いやそれはもう流行り廃りですよ、その世代の。違うんですよ、それがなんかすげえオラついた感じなんですよ、それが。めっちゃ分かりますよ、それは行くと。まあまあ今から試合見るぞみたいなね、自分自身もお客さん自身もね、はい、ちょっと戦闘モードに入ってるんでしょうね。はい、そうですね。特に大阪とかはその応援で行ってるじゃないですか。雷神ファンっていうよりも誰々の応援、それはあるかもしれないですね。そう、誰々の応援の場合は、まあ、多分やっぱ見方が気合いの入り方、その地方から大阪に来られる方って、はい、まあ好きな選手、うん、でもそうですね、好きな選手として一般でチケット買われる方と、はい、ファイターの友達知り合いで直接買って応援に行く人と、うん、心構えが違うじゃないですか。いや、おそらくね。わかりますよ、うん、ですが僕が言いたいのはね、はい、これは賜りである埼玉スーパーアリーナのライジンの時は、うん、本当に普通のサラリーマンとかも来てるような感じなんですよ。まあ僕はそれわかりますよ。わかりますよね。わかりますよね。ね、じゃあ地方の時はそうだって言うじゃないですか。うん、名古屋大会と大阪大会全然違いますからね。そうでした。全然違いますよ。全然違う。うん、ビビる。マジで。ビビったの。怖えもんちょっと正直言って。僕だから。同じ会場っすよね。前回トリガー1だったじゃないですか、神戸の。これ同じ会場っすよね。トリガー1怖かったっすね。マジっすか。怖かった、マジで。警備員の人が制止するのが大変そうだったもん、すごい。そんなシーンあったんや。喫煙所とかあるじゃないですか、全無視なんですよ。こっからここまで喫煙所ですみたいなところとか全無視なんですよ。ありとあらゆるところで一斉に数百人でタバコとか吸い出すんですよ。ビビったっすよ俺マジで。やべえなこれと思って。2人とかで警備員さんが「ダメなんです」って言ってるから。あのね、神戸はちょっと治安悪い。神戸はね、そうヤンキーが好きな人が多いですね。そうなの。大阪は格闘家が多いんですよ。神戸はヤンキーが好きな人が多い。それ以外の西日本は全員ヤンキー好きやし、はい、あのヤンキーかスポーツか普通かみたいな、やっと思うけどね。僕のパターンで言うとね、大きく分かれたらね、女性もイケイケよ。それはもう関西の女はそうですよ。イケイケ、あの大阪、兵庫、京都の女はイケイケですよ、っていう僕の、あの偏見ですよ。これは最初に言った通り僕の主観的な感想なんで中部地方出身の J さんから見た日本の真ん中から西と東をと真ん中を全部見て僕は思ってることです。まあまあ皆さんの意見はどうでしょうかというコメント欄で教えてください。全然オスマン選手でもね、福岡の方からしたら多分関西にはかなり親近感が湧いてると思う。あの同じそうね、話のトーンで同じの笑いの感覚というか、笑いの感覚も一緒なんですよ。やっぱりその近いというか、やっぱ関東の人間よりかは福岡の人らもね、僕らも好きやし、日本で一番美しい方言だと思ってますよ僕は。大阪弁、博多弁。あ、そう。キャバクラとか行ってさ、通ってないですよ僕。通ってない若かりし頃ね、僕福岡もね、僕仕事で営業所立ち上げとかやったんで行ったっすけど、いや可愛いっすね喋り方。方言で言ったら僕はあれっすよ、やっぱそら、まああんま大きい声で言われへんけど、まあ広島、高知は好きっすね。元嫁、元嫁もそうやし、その邪剣はやばいね。邪剣やね。だからそれを聞きたくてちょっと喧嘩吹けるもんね。めちゃくちゃ面倒くせえやつですね。あと何々やキーウコーチはね、だって嫁サック可愛いもん喋り方。どこの人なんですか。広島なの。ああそうなんや。でカジサックと言い合いになったらたまに出るの。そうやって言っとったけんとか言って、可愛いわと思う。はい。試合の話しますか。一応しました。何の話してたか分かんなくなった。要するに、オスマン選手も殴れるし、まあ BJJ もがっつりやってます。阿部大地選手はもともと柔道家でキックボクサーにも転向してチャンピオンになった後 MMA に行ってるんで、分かりやすく言うと大きくて殴れるし。組める人なんです。だから似てると思います。タイプ的に。そうそう。だからめっちゃ噛み合うと思いますこの試合。もうどっつき合いが見れると思う。大きい人の。でオスマン選手勝っても負けても判定ありません。それはめっちゃ魅力的ですね。だからどっちか決められるか倒されます。もうそれはもう予想。そう、G3 予想どっちかが倒されると。うん、でなんか戦績の見方ってそれ面白いですよね。どんな負け方してるか、例えば判定でしか負けてませんみたいな、でまあそういう意味では僕もそうなんですよ。割と30試合ぐらいしてるけどほとんど負けた試合って判定なんで、だから結構最後までもつれるみたいな、ある意味粘り強いとも言えるし、ある意味派手なシーンがないとも言えるんですよ。そうですね、だからオスマン選手みたいに負け方が毎回フィニッシュされるというのも一つの魅力のねパロメーターにはなりますよね。派手な試合になってると、はい、っていうことですよね。です。はい。なので、まあでかいんで、迫力あるんじゃないですか。ですよね。楽しみですねこれね。はい。多分ですけど、中盤の盛り上がり順に組まれるとか頭か。あ、まあ阿部選手結構ネームバリアある。いや、まあネームバリア結構僕は。まあ後ろ側に来るんじゃないかなと思うけど、ね、休憩明け一発目とかね、一発目は伊藤有希とか来るんじゃないかな、休憩前みたいな、前半戦、いや休憩後だと思う、この試合休憩後、あ、そうか、阿部選手は結構ね、魅力的なフィニッシャーですから、はい、まあ負け続いてるんでディープのベルトもなくなっちゃったし、ああそうなんや、だからすごい才能あるんですけどね、阿部選手ね、はい、出てきたオスマン選手が輝くか、阿部選手がもう一回復活するかみたいな勝負論ですね。なるほど。はい。で本日のメインイベント、はい、芦田貴弘 VS 鈴木弘明怪物くん。これはね、玄人好みのカードがね、芦田選手が九州なんですかね、多分ね。九州の、いや埼玉県ですね。いやあのねこの人ややこしい。多分この人、この人ね。ご両親どっちかが西日本ですわ。埼玉じゃない。本当ですか？それもいい加減なこと言うね。埼玉出身って、埼玉ベースってあんまおらんでしょ。何ですか？埼玉ベース。もう埼玉ベースってなんですか？おじいちゃんの代から埼玉ですみたいな。めちゃくちゃいるでしょ。そんな人。いや、めちゃくちゃいるでしょ。埼玉ってだって東京に行こうとして。東京がちょっとまあ土地が高いから、土地が高くて埼玉から通おうみたいな人多くないですか？正味。いやちょっと本当にそれは多いんですけど、だから埼玉ベースってあんまおらんすよ。あのね、もう僕の友達移住した人とかいるからわかるんだけど、すげえ田舎とかあるの。いやそうでしょうね。だから東京に近くない方ね。先祖代々埼玉なんて人はいくらでもいるし。いやおるんやけど、芦田選手の顔を見る限り先祖代々埼玉ではない。芦田選手のご両親の出身地について知ってる方のコメント欄で教えてください。ブレイブの関係の方とかちょっとお願いします。でもし違ったらごめんなさい。逆にそういう意味では鈴木選手、怪物くん、愛知県、これめっちゃわかりますわ。愛知県のファイターで言ったらまあ伊藤選手、はい、で鈴木選手、村本いうだろう。村本選手は北陸か出身なの？ちょっと上？大学が名古屋なの。全然違う。石川かどっかだからね、あの人全然違う場所だよ。嘘、全然違うの。それってちょっと上じゃない？近くない？ね、上って何？その日本海側だよ。ちょっと上、名古屋ちょっと上。うん、北陸地方。まあまあまあ。まあまあじゃないよ。寒天選手。何？今寒天春日井選手。寒天さんはエナなんで岐阜ですね。ほとんど名古屋ですね。で言ったら杉山殿さん。もう半田、そう名古屋の横ですね。愛知県。なんかその。なんていうかな、まあいい男が多いですね。そういうなんかわかりやすいというか。朝倉兄弟もそうですからね。ちょっと朝倉兄弟顔つき違くない？でもほとんど静岡なんで。だから朝倉海選手はそっち寄りですね。今言った選手も同じ親から生まれてるからさ。まあ顔の話は僕ないです。で何？いやでもだからまあそうですね。なんか黒男好みというか、自分のペースに。いかに持っていくかお互いが。やっぱもちろん鈴木選手はテイクダウン切りながらパンチキック、蹴りもうまいですもんね。いやすごいですよ、ね、スタンドはやっぱり僕鈴木選手が支配すると思うけど、スタンドの種類が違うですねこの2人は。アウトボクシングですもんね。芦田選手の方がステップを使ってのボクシング、はい、でもフィジカルがめっちゃ強いわけじゃないから、テイクダウンいっても鈴木選手が、1回2回は切る動きを作れるんじゃないかなと思うんですけど、 それでインファイトしたい鈴木選手ですね。タイミングを見て、まあインというかあくまでもキックの距離だと思いますこの人は。インというかちょっと長めみたいな、パンチもキックも両方できるみたいな、インがもし、ね、パンチのレスリングの距離だとしたらあくまでも蹴り終わりたいとか、こうパンパンパンパーンとかね、そうですね、コンビネーションとか出しますもんね。そうそうそう、だからミドルレンジの距離みたいな感じですよね、鈴木選手は。それをキープしたくて、確かにミドルレンジの距離ってパンチからのタックルが難しいんですよ、芦田選手からすると。やっぱりショートレンジの距離じゃないと今時の MMA ってテイクダウン難しいんで、相手のキックボクサーでもやっぱタックルディフェンスはすごいできるんで、そういった意味ではね、結構僕はこの時点で、このカードが決まった時点で 6−4 で鈴木選手有利な気がするんですが、組んでからやっぱこうキャリアの差が出ると思ってるんで、いや結構競ると思いますよ、これはほんまに。本当、芦田選手がトップを取るシーンがあったら、これ圧倒すると思う。これもあれなんですよ、寝かしてしまえばなんですよね。寝かすまではそんな簡単にはいかなさそうな気はしますけどね。ただ芦田選手器用でテイクダウン行きましたと切られたら、自分から別に最悪したらってもいけちゃう人なんで、そういうなんかこう引き出しの多さは持ってはる人なんで、そこでね、なんかまた面白い展開とかも見れそうだなと、あ、やっぱキャリアのある人ってこんなこともできるんだみたいなね、そういう引き出しの多さが見れるような試合にはなりそうな気がしますけど、もし僕これ勝敗予想って言われたら、なんか鈴木選手の方がいきそうな気がするな。それは試合としてはめっちゃ面白い試合よ。だって KO するってことでしょ。いや、判定。判定で芦田選手を KO するって多分難しいと思うよ。芦田選手を KO するには金原選手がやったみたいに、組も打撃も両方とも圧倒せなあかんんですよ。芦田選手の組み技が通用しなくなって、でさらに詰められるから、もう構えをキープできない状態になって、初めて対戦相手は自分の攻撃をフルに打つことができるから。でもね、先生、先生でもね、僕ね、怪物くんの魅力ってやっぱ、なんて言うんですか、生き物としての勘みたいな、なんだっけ、西谷くんに出した膝とか、左フックかな、左フックかな、なんかその、ああいうことってあるじゃん、この人。いや、じゃあそれはほんまに申し訳ない。申し訳ない。それはこの試合に関してはない。僕は怪物くんは生き物としての強さを、その肉体的な特徴はすごいあると思うんですけど、生き物的な強さというかはこの人は技術のせいだと思う。正直、鈴木選手ぐらいの格闘技のキャリアがあったら、飛び膝に対してのカウンターは何回でも取れると思う。そういうことね。あれは多分鈴木選手がすごいというよりかは、飛び膝を出した選手のスキルやと思う、僕はね。だからあそこに動物的な凄さは感じなかったね。わかりました。やっぱりこの人は結構リズムやと思う、鈴木選手は。そんな安易に飛び込んでくるんだったら別に簡単に出せちゃうよっていう。逆に村本君も KO してるじゃん、名古屋の選手を3回ぐらい連続飛び膝して、空中って一番ディフェンスできない状態なんで、名古屋大会でなぜか3回見せて KO するってやつありましたね。3度目の正直 KO ね。やりすぎだろっていうしかもその間を置かず3連続で、僕は男らしく感じたけどね、意地を感じたね、山本聖吾選手。そう、山本聖吾打ち抜いた村本君もあっぱれやし、それでもいった山本選手もあっぱれやし、試合をね、大きいアクションで動かすっていうのもめっちゃいいことなんで。じゃあだから僕は怪物君が勝つとしたら、打ち抜いて勝つかなっていうのも思ったし、あと芦田選手ちょっと心折れる時あるじゃないですか。なんとなく言わんとする方は分かるですね。性格的には多分ね、めっちゃ似てると思うけど、この2人クレバーで、どっちかというとこの技術を組み立てて試合を作りたい人、だから結構僕お見合いになると思うけどね。テイクダウンしたい、できない、打撃当てたいけど当たらないみたいな。そう、打撃当てたいけどテイクダウン来るから、ちょっとこうフェイントとか多くしてちょんインでさって、ちょんちょんちょんってさ、お互いがこの相手の反応待ちみたいなね。で見てる人はいつだろういつだろうと思って最後までそれで終わるみたいな。そうで判定勝ちが鈴木選手みたいな。なるほど。なんかありそうだね、当てた回数みたいな。そうそうそう、結局まあ手数出したよねみたいな、でテイクダウンも切ったし、ちょっとフラッシュみたいなのもあったよねみたいなノリになるんじゃないかなと思うけどね。ありそう、ありそうでしょ。めっちゃありそう。やっぱ性格のことを考えるとそうなりますよね。これ勝率今年出していくからさ、これ勝敗予想に入れます。これは入れといてください。じゃあわかりました。鈴木選手の判定勝ちでっていう感じです。メイン、メインはなんかもう須藤さんのチャンネルであれです、怪獣っていうとアラトさんいるからちょっと分かりづらいんだけど、モンスター仕切りが入った回があるんで僕ノータッチなんで、そっち怪獣 MC おったもんね。そうそうそう、だからそっちでちょっと楽しんでいただく。そっちがあるんでぜひ公開を楽しみにしてください。してください。じゃあ勝敗出すのはこの鈴木選手と伊藤選手だね。タッキーのす選手出さない？いや大丈夫。大丈夫出さないのね。オッケーですオッケーです。阿部大一、オスマンコータはオスマン選手あんま知らない。そうそうそう、もうそれはもうリスキー。リスキー。まあ阿部選手だと思うけど。じゃあ阿部選手で。阿部選手出しとくのね。わかりました。はいはい。ということで引き続きないんですね。神戸大会のやつも出していくんで、そっちも楽しみにしてください。お願いします。はい、このチャンネルがいいと思った方はチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。